チャンネルです。今日はですね、昨日に引き続きまして、パークの方に、舞浜の方に来ております。今日はね、ディズニーランドの方にクリスマスグッズを、見に来ております。ではね、早速ですけど、これからあのグッズの方をね、サクサク、紹介できればなと思います。じゃあね、行ってまいりましょう。はい、まずね、ぬいぐるみバッジですね。ミッキー、ミニー、ブルートと、ドナルド、グーフィーですね。これね、各1900円です。はい、そしてぬいぐるみですね。ミッキー、そしてミニーですね。と、そしてミニーちゃん。はい、こんな感じです。各ね、5100円です。そしてね、ぬいぐるみバンドですね。昨日一旦、ランドの方ではね、品切れになってしまったみたいですけど、今日からね、また再入荷で入ってます。腕に巻きつけるタイプ、可愛いですね。ただね、だいたい C のグッズもそうですけど、ランドのグッズもね、ボンボヤージで売ってますんで、パークにね、中に入らなくてもね、購入することができます。はい、可愛いですね。ミッキーとミニーです。ぬいぐるみバンドです。はい、そしてクッションですね。これが2300円ですね。こんな感じのクッションです。はい、そしてウォッシュタオルですね。こちら700円です。ウォッシュタオル、クリスマスっぽくていいですね。で、こちらマグカップですね。ミッキーとミニーになってます。プラスチック製でね、割れなそうですね。750円です。あとこちらマグカップ1600円ですね。これもね、可愛いですね。はい、そしてね、グラスのセットですね。5つセットですね。はい、こんな感じ。これでね、5個セットで2200円です。キースプーンですね。キーセット、こちらが1700円ですね。はい、そしてトレイです。はい、これでね、1400円、ステンレス製のトレーですかね。はい、でこちらがバスタオルワイド、これも可愛いですね。バスタオルワイド3400円です。こんな絵柄ですね。はい、裏面があんまり分かんないですね。裏面がこんな感じですね。はい、そしてティッシュケースですね。可愛い、これ2400円です。こんな感じ、ティッシュケース。はい、そしてこちらがね、オーナメント、こんな感じですね。それで1800円ですね、オーナメント。はい、そしてこちらがね、バックチャームですね。3個セットで1500円です。はい、そしてこちらのね、パスケース1800円ですね。結構物しっかりしてて、カードはね、中に入れられますね。で、こちらがマグネットですね。750円です、マグネット。で、こちらがピンですね。ピンがこちらで1000円です。そしてビーグルですね。1200円ですね、ビーグル。はい、こちらがね、メモ帳になってますね。920円です、メモ。こんな感じ。はい、そしてこれもね、メモ帳ですね。なかなか使えないですよね。これね、5種類で、1300円ですね、メモ帳です。はい、そしてクリアホルダーですね、500円です。こちら缶バッチですね、310円、缶バッチ。
はい、そしてこちらがボールペンとボールペンスタンドですね。こんな感じ。これでね、1800円です。うん、かわいい。メモ帳とこれで使うような感じですかね。はい、でこちらがボールペン5本セット。これでね、2000円です。結構しますね。ボールペン5本セット。そしてポストカード1枚これでね200円です。はい、でこちらがステッカーですね。310円です。はい、こちらがねフェイスタオル1400円です。こんな柄可愛いですね。フェイスタオル1400円です。はい、そしてこちらがブローチ、これがね800円ですね。ブローチおしゃれですね、こんなのつけてたら。でこれがねパスケースですね。2000円です。パスケースこんな感じですね。はい、そしてこちらが巾着です。820円ですね。これも可愛いですね。裏面も可愛い。こんな感じです。でこちらがルームソックス1100円。こんなの僕履いたら汗かいちゃうな、部屋の中で。ルーズソックスみたいな感じですね。ルームソックスです。でこちらがポーチね、3種類セットですね。こんな感じで、この大きいやつが1つと、あと小さいのがね2つ、こういう風についてますね。これ2700円です。こんなセットですね。ワンマンズドリーム2のね、ワンマングッズも、数は少なくなってきましたけど、まだねありますね、うん、まだまだワンマンのぬいぐるみもあります、ね、やっぱりこのバンドのやつが可愛いですね。ウォッシュタオルとかね、バスタオルも可愛いですけどね。はい、そしてリップグロスですね。これで1200円ですね。最近こういうの多いですね。はい、そしてハンドクリームね、3個セット。これで2100円ですね。香りがね、こういった3種類ありますね。見えますかね。ベルガモットの香りと、イランの香りと、ゼラニウムの香りです。ちょっとぼやけちゃってますね。はい、今ね、ディズニーランドの方のグッズ見てきました。でね、個人的に私明日弾き語りのライブがあってバークにね、インできませんので、このままね C の方にも向かっていきたいと思います。じゃあ行ってみましょう。はい、ディズニーシーの方にやってまいりました。ちょうどね今カラーオブクリスマスが終わったみたいですんで、これからね、ちょっとグッズの方をまたサクッと見ていきたいと思います。で行ってみましょう。はい、マクダックスデパートメントストアの方にやってまいりました。今日はねちょっと悩んでたんですけどね、ダッフィーのね、セーターをね買おうかなと思ってます。この時間なんですけどね列ができてますね。こんな感じで列ができてます。はい、無事にね中の方入れました。まだねセーターとかも残ってる状態ですね。多分ね混雑防止のためにね、列で制限してたようです。はい、無事にね
セーターゲットできました。でね、今ま時間も時間でね、もう9時半ちょっと前っていうこともあってね、お土産屋さんだいぶ混雑してますね。はい、じゃあね、今日の動画はこちらで以上になります。この動画がね、ためになった、参考になったという方は、ぜひね、高評価ボタンとコメント残しておいていただければなと思います。で、概要欄の下の方に Twitter、LINE、Instagram やってますんでね、フォローよろしくお願いいたします。またね、こういった動画をお届けしていきますんでね、ぜひチャンネル登録よろしくお願いいたします。じゃあね、またお会いしましょう。私、明日ライブね、頑張りますんで、皆さんいいね、週末、ディズニーで週末迎えて、グッズ買うなり、楽しんでください。またお会いしましょう。Thank you.